な、発表するで。キャロルショップ営業開始や。いつでも来てよ、先輩。キャロルショップへようこそ。先輩、なんか用でもあるん？先輩、なんか用でもあるん？警戒を緩めないでください、隊員。警戒を緩めないでください、隊員。しかしデータ上ではそうではないようです。どこが？僕が予備学科にいた時、友達がよく言ってた。このゲームは血と汗の結晶だよ。惜しいところがあるとすれば、何人かの主要人物の運命があまりにも悲惨なことだ。開発者が何かトラウマを抱えているのではないかと思ってしまう。あ、いいところに来てくれた。ブローニャ隊長、僕がさっき言ったのはこいつの言葉なんだ。濡れ衣を着せないでくれ。ちゃんと数えたけど500ぐらいだったよ。親友、まだ覚えているだろ？予備学科にいた時、ある奴が忘れがたいゲームを勧めてくれたこと。彼自身もそのゲームをクリアするために寮で昼夜を問わずプレイしてた。誰も連絡が取れなかったから、知らない人は彼が失踪したと思ったほどだったんだ。うん、5本。親友、売れなかったなんて言うな。交渉すぎて誰も理解できなかったんだ。それに君は当時高く評価していたじゃないか。君は、なんて言ったんだっけ？うん、もう、はっきり言うよ。そのゲームの開発者が誰か知ってるか？ブローニャ隊長なんだよ。ET スタジオの有名なゲームクリエイターで、本当にすごいんだ。正しくは ET スタジオの傘下にあるリーズンスタジオですが、アラハトは私の初めての作品です。ちなみに役職はスタジオのプロデューサーだよ。残念ながら、アラハトの市場での成績は期待したほどではありませんでした。そんなこと、僕はとても良かったと思う。いろんな原因があったのでしょう。魔剣新規シリーズがテレビゲームの領域に初めて挑戦したのがアラハトです。チームにとっても多くのことが初めての経験となりました。あの時は
スタジオが設立されたばかりで人手が足りず、結局実現しなかったアイデアもたくさんありました。私は今でもとても残念に思っています。あなたたちが見たアラハトは初期に想定していた規模に届いていませんでした。ゲーム開発では当たり前のことでもありますが。初めての作品としてはかなりのクオリティだよ。僕はとてもすごいと思うけどな。界隈の人たちにはとても評価が高かったよ。現在のクオリティを実現できたのは、ベルトさんがプロジェクトの途中から参加し、原画デザインの仕事を一部担当してくれたからです。とにかくまだ成長の余地があるのは事実です。チームも様々なことを学べたので、少しずつ前進したいと思っています。え？ということはベルトさんはゲーム制作の方面にも才能があるってこと？否定はしませんが、あの時彼は主に睡眠時間を削っていました。それは確かに血と汗の結晶だね。つまり主役たちの運命が悲惨なのはゲーム自体が不完全だったから？ええ、結末はとても素晴らしいものです。ただ今でも物語が完結していないだけです。すべて正常です。警戒を緩めないでください、隊員。あ、でもそれってとてもすごいことですよね。もう何年も戦闘していないのに、プローニャ隊長はそれでもすごい。フィジカルトレーニングはずっと行っています。予算の都合上、アラハタの女性キャラのモーションキャプチャーは全て私が行い完成させました。それにそんなに驚く必要はありません。ティミド、あなたの資料を見ました。あなたが初めて戦闘能力で注目されたのは全く戦闘経験がない状況で。あ、隊長、そのことはもういいですよ。もういいって言ってるじゃないですか。実はここに来る前にリハビリをしていました。似たようなものですが、相手は彼女ではありません。テレサ、天命の司教は私が戦場に戻る前に少々ウォーミングアップが必要だと考えました。飛行機でセントフォンテーヌに向かう道中、彼女が手配したリハビリを手伝ってくれる人に会いました。馴染み深い旧友とでも言いましょうか。久しぶりに会った彼女は以前よりも強くなっていました。まさか彼女が天命に現れるとは思っていませんでした。残念なことにセントフォンテーヌの怪現象には全く興味を持っていませんでしたが、しかし私が今いつでも戦場に戻れるのはとある理由があるからです。一つはベルトさんの教えです。彼は以前私にとても特別なことを教えてくれました。もう一つは重装ウサギです。それにはまた別の物語があります。あなたも名前を聞いたことがあるということはかなり有名なようですね。でもみんなが知っているように大崩壊が終わった後、社会は交通規則を重視するようになりました。先輩、今日の髪型すごく斬新ですね。特別に手入れされているんですか？警戒を緩めないでください。
隊員。警戒を緩めないでください、隊員。ええ、なるほど。今までの任務日誌を確認してました。ベルトさんは無事ですが、第二小隊には増援の他に別の任務があるんです。セントフォンテーヌの異常に対してもう見て見ぬふりはできません。ベルトさんの問題だけでしたら私もここには来ていなかったと思います。誰かに心配されるほどベルトさんは弱くありませんから。彼は英雄の中の英雄です。彼より危険に向き合ってきた人はいません。博士の言葉を借りると、ベルトさんがピンチに陥っていたとしても、それはきっと彼の意志によるものでしょう。少なくともテスラ博士からしてそれはありえないことだそうです。話を戻します。今まで本部は第三小隊からもらった情報をもとに、セントフォンテーヌの怪物に対して解析システムを構築しようとしていました。そのため月の輪には特別なモジュールが搭載されていて、記録された敵の情報をもとに検出した敵を分析できるんです。ですから本部は私たちにより多くの敵のデータを送ってほしいのです。彼女たちの需要量と私が今回の任務のために作ったマイルストーンからすると、すみません、職業病です。とにかく必要なデータの範囲はかなり広く、時間的にきついかもしれません。隊員、大変ですがデータ収集をお願いします。外形と作戦モードの他に、今後はこのモジュールを使って撃破した敵のカウントも行います。異なる敵の異なるエリアでの個体数を使って敵の習性、さらに編成を分析するんです。例えば以前あなたが名付けた恋人ですが、セントフォンテーヌの各エリアでの個体数に一定の法則が見られます。事前に関連情報を入手できると戦術を考える時の参考になります。基本的な状況は以上となりますが、何か質問は？ライルには他の調査任務を担当してもらいます。そうだ、出発する前に私のところに来てください。私も共に行動します。任務自体は難しくありませんが、今までのあなたの行いを考えると、あなたは戦場に到着。了解。分かった。素材習得。了解。
この任務思ったより簡単じゃなさそうだ。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。全力で戦う。分かった。そろそろこの戦闘を終わらせるべきだ。ちれ、黎明が来た。私の指示に従ってください。作敵貫通。こちらの勝ちだ。了解。素材習得。バランスを取この任務思ったより簡単じゃなさそうだ。分かった。危なかった。危うく落ちるところでしたね。そろそろこちらの勝ちだ。作敵貫通。収束モード。行動開始。承知した。この道は前にも歩いたような。気のせいか。バランスをキープしないと。そろそろこの戦闘を終わらせる時だ。システムの動作に異常は見られません。早く敵たちを片付けて次の機能の確認に入りましょう。隊長、出撃させてください。了解。今まで敵たちが残した痕跡に気づいたことは？私たちにとってすぐに効果を確認できるのは、これから本部が開発したモジュールは敵の残した痕跡をもとにその種類と特徴を分析します。しかしそれには一定のデータが必要です。それがあれば知らないエリアに入った時でも向き合うであろう敵の分析を先にできます。さっきの目標よりも私たちの作戦に直接的なメリットがあります。説明だけだとあまりにも抽象的ですから、とにかくそういった痕跡を探しましょう。正直に言うと戦闘は開発より楽ですね。バランスをキープしないと。そろそろこの戦闘を終わらせる時だ。分かった。データを記録中。分析結果を生成します。
何のデータもないじゃない。何を分析しろっていうわけ？あ、少しは頭を動かしなさいよ。どうやら通信の中断はやはりデータの同期にも影響を与えたようです。まずは手動でデータを記録しましょう。チップを正常に動作させるにはまだ準備作業が必要です。先ほど話した彼女です。まずは映像をモジュールに記録しましょう。データを記録中。分析結果を生成します。自分でわからないの？これって分析が必要？まだデータが不十分だからだと思います。さっきモジュールのカウントを見ましたよね。関連するデータが十分であれば分析結果も完全なものになります。ですが短時間でこれを最適化するのは難しいので、今後の調査の中で徐々にやっていくしかありません。もちろん私もモジュールを調整してみます。なるべく不必要な機能をなくしますから。痕跡の記録はここまでにしましょう。次は生体データの採集を始めましょう。モジュールにはまだ少し問題があるように見えますが、今の状況からしてまずは全ての機能のテストを終わらせましょう。わかった。了解。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。そろそろこの戦闘を終わらせる時だ。わかった。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。この道は前にも歩いたような気のせいか。わかった。バランスをキープしないと。そろそろこの戦闘を終わらせる時だ。了解。わかった。了解。
この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。わかった。まだ任務中です。集中してください。了解。わかった。了解。私の指示に従ってください。チャージ完了。終わりにしましょう。承知した。バランスをキープしないと。そろそろこの戦闘を終わらせる時。この道は前にも歩いたような。気のせいか。バランスをキープしないと。ここにしましょう。モジュールのリアルタイム記録機能をオンにしてください。もし戦術分析機能が正常に動作可能であれば、これは最も価値のある装置になるでしょう。こちらの勝ちだ。ここには現れないはずですが、一旦撤退しましょう。テストするためにそこまでする必要はありませんから。データを記録中。分析結果を生成します。データ検索。バラム対応策起乗可能。運転？そんなの得意よ。ちょっとそいつの背中に乗ってちょうだい。一気に潰そう。わかった。了解。こちらの勝ちだ。今のところモジュールの全機能は正常に動作可能ですね。ただデータ量の問題もあるので、安定性はまだまだといったところでしょうか。徐々に慣れてくると思います。とにかく今日はここまでにしましょう。今のデータを元にして簡単な調整を行います。もし使用中に何か問題があった場合は私のところに来てください。もちろんハードウェア的な問題でしたら私もお手上げですが、なので物理的なダメージを受けないようにチップを大事にしてくださいね。バランスをキープしないと。そろそろこの戦闘を終わらせる時だ。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。全て正常です。テスト結果をもとにモジュールの機能を調整しました。ですがあの個性的なプログラミングは戦術分析と密接につながっていますので、
少なくとも開発者本人と向き合うことよりモジュールをオフにするという選択肢がありますから。この間試した機能は全て正常に使用できます。周辺区域の調査をするときはデータの採集も忘れないように。データは全てモジュールから確認できます。特殊な発見があった場合はみんなにも共有してください。それとモジュールはオフにできませんが、自分で戦術分析できる場合はボイスをオフにすることはできます。今のところはありません。実際どうしてモジュールがこんな風に知能的に設計されたのか私もわかりません。